関東大学アメリカンフットボールリーグ戦一部リーグビッグエイトの第3節、東京大学ウォリアーズ対専修大学グリーンマシン、東京調布市アミノバイタルフィールドの試合をフットボール TV でお送りしてまいります。本日の実況担当、関東学生アメリカンフットボール連盟放送委員長松川達也、そして解説には元日本代表ランニングバック高田洋一さんにお越しいただいております。高田さん、本日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。手前側のベンチ、青のジャージが東京大学、そして奥のベンチ、白のジャージが専修大学という試合。東京大学、まずここまで2戦2勝、まず東京大学の方から高さんお伺ってきたいと思います。そうですね、開幕から2連勝と、はい、攻守ともにですね、もうミスの少ないフットボールを展開していましたよね、はい。ほとんど、2試合ですけど、ゲームプラン通りのゲームができた試合なんじゃないでしょうかね、はい。ですね、対します専修大学はここまで2戦2敗という、スタートになっております。そうですよね、2連敗と、トップ8との、チャレンジマッチの出場もね、ちょっともう危ぶくなっちゃったんですけど、リーグ戦の前からは、スターター候補がですね、数人ちょっと怪我をしまして、主力選手の故障でチームの力を下げちゃって、今の力って感じになっちゃってるんですよね。ちょっと苦しいのは展開まだしばらく続くと思いますけど ね、 そうですね。この今日の試合ね、まず少しでもね、いいところを見ていきたいところでありますが、さあ今コイントスが行われまして、東京大学が選択権を取ったようです。その東京大学はレシーブ、そして専修大学画面向かって右から左、風上側の陣地を取りました。もう完全に日は沈みましたけどね、相変わらず風は右から左方向強く吹いています。東京大学対専修大学の試合、まもなく試合開始となります。さあ両チームの主将副将がサイドライン戻りましてハドルを組みます。さあこの間、両チームのスターティングメンバーをまずはご紹介してまいりましょう。手前側のベンチ、ブルーのジャージ東京大学から、オフェンスラインが左から72番の唐松、79番小林、73番キャプテンの陽、74番内田、そして77番の瀬戸、ワイドレシーバーに13番の瀬戸と15番の福丸、そして96番長畑が入ります。タイトエンドは83番の深沢、クォーターバック14番伊藤光一郎、ランニングバックに33番新井が入っています。ディフェンスいきまして、52番加藤、90番岡田、91番伊沢、59番後藤のディフェンスライン、ラインバッカーに94番関、42番中原、2番小玉と入ります。ディフェンスバックが25番八広、6番梅沢、3番池内、そして19番助川と入っています。対します白のジャージ専修大学のオフェンスは、オフェンスラインが74番の賀門、58番杉本、75番ポンミツ、60番水落ち、56番の木出淵、クォーターバック14番の坪沼1年生です。ランニングバックに6番の鈴木と33番植木が入ります。タイトエンドが87番小島、ワイドレシーバー11番小堀、15番山内、ディフェンスいきまして93番稲葉、92番西岡、90番中村、55番川田のディフェンスライン、ラインバッカーに9番天野、47番星野、53番石橋、ディフェンスバックが30番山本、20番足立、22番宮崎、そして32番の相原と入っています。さあ画面右側、白のジャージ専修大学のキックオフから試合が始まります。44番八谷のキックオフから試合開始です。片上から専修大学のキックオフ、八谷のキックオフ、ふわっと蹴り上げて5ヤードの内側からリターンに入ります。20ヤード超えてかわした、19番助川、タックル外して30ヤード付近まで前進しました。ナイスリターンになりましたよね、はい。1回20ヤード付近 で、ね、タックルは受けたんですけど、あそこでうまくタックルをかわして、それからまた10ヤードぐらい伸びてきましたからね、最初の攻撃、自陣の31ヤードからということになります。さあ東京大学の攻撃、ファースト&テン、プレッシャーをかけに来ている選手の守備ですが、33番の新井のランから入ってきましたかね、はい、左のスタックル付近をついたパワープレーですね。4、5ヤード、そうですね、はい、5ヤードぐらい出てるんですかね。第2ダウン残り5ヤードというふうに今スコアボード表記されています。5ヤードのゲーム、東京大学第2ダウンです。モーションかけてハンドオフ、フェイクしてパス、
ノーマークになってますね。あっと落とした。パスは不成功。86番ですかね。そして96ですね。ワイドレシーバーの長畑へのパスが不成功。はい、長畑ですね。今日のスターティングメンバーになってますね。そうですね。完全にフリーにはなったんですけど、パス不成功。元の地点からの第3弾。さあ、パスを、ちょっとこれは短かったか。ね、これは13番の瀬戸を狙ったパスですかね。はい、ジャイロスクリーンみたいな感じになったんですけど、ちょうどファーストダウン、キャッチできればファーストダウンのところでしたけどね、はい、ちょっとボールがショートしましたかね。はい、元の地点からの第4ダウンということになります。第4ダウンはパントの構えです。パントを蹴ります。アンバウンド、ツーバウンド、選手は見送りました。転がっていい転がりしました。2ヤードの内側まで来て、東京大学の選手が抑えたところでプレー終了。攻撃権は専修大学へ移ります。自陣の19ヤードからというところの攻撃開始。専修大学のファーストダウン点。専修大学ハドルフといて散らばります。ピストル体型。クォーターバックの後ろに33番の植木が構えます。ランニングバック。そうですね、その33番の植木のインサイドのプレーですね。はい、真ん中押し込んでいって4ヤードほどのゲイン。クォーターバックの坪の間、そして植木とこの、ね、2人ともこれ1年生という。そうですよね。はい、まあ、主力選手に故障者多いということで、はい、専修大学の懐事情も苦しいですよ ね。 そうですね。スターティングメンバーではこの2人が1年生、オフェンスではこの2人が1年生という形で入っています。セカンドダウンはファーストまで残り7ヤードほど。ワンバックからオフセットのアイフォーメーションにして、そのフルバックに戻した。はい、これも前々のプレーですけどね。はい、これでもファーストダウンは更新取りましたね。フルバック2番のヤブノにボールを持たせました。はい、これでファーストダウン取ってきました専修大学です。ボールが自陣の30ヤードまで来ています。専修大学のファーストダウン点。また今度はピストル体型。右の近いところのレシーバー2人、そして奥にもう1人います。その右サイドにボールを持たせた。そうですね、はい、また植木のランプレー。この右のトリップス体型から、はい、右側への植木君のアウトサイドゾーンのプレーですかね。はい、で3ヤードぐらいのゲインですか ね。 ですね。第2ダウン残り7ヤード。広い、また広い方にレシーバー、近いところに2人、もう離れたところにもう1人という形。つぼのがスローバック、スクリーンですね。あっと手につかない、うん、25番の田中宏樹にパス投げたんですが、はい、まあ、田中君はもともとね、ランニングバックの選手ですから、はい、ランアフターキャッチ狙ったプレーなんですけどね、はい、まあ、取れないパスじゃなかったでしょうけどね。そうですね、まあ、取って走らなくてはならないプレー、うん、ちょっと走る方に意識がいってしまうと、まあ、ああいうことがあるというふうによく言いますが、パス不成功で第3ダウンです。右左のオプションピッチ、ね、これは前が詰まりました。これも33番の植木のピッチがあった、ね、はい、左側のオープン、はい、駆け上がろうとしたんですけど、はい、まあ、ファーストダウン更新まで2ヤードぐらい残しましたかね。はい、パントに変わります。自陣の38ヤード地点。
八谷がパントを蹴ります。高いパント20ヤードの外側からリターンに入る。4番の小島が粘りましたね、はい、自陣の30ヤードまでボールをリターンしまして攻撃権は東京大学。東京大学2回目の攻撃シリーズファースト10、モーションかけさせて真ん中のラン持たせた、抜けてくる、まっすぐ縦抜ける、40ヤード、35ヤード、はい、今度は32番の檜山君ですね、ですね、はい、インサイドゾーンのプレーですね、はい、これもランパスオプションになってるプレーなんですけどね、はい、ボールもらって一気に抜けていきました、うん、32番檜山のランプレー、一気に敵陣35ヤードまで来まして東京大学ファーストランです。さあファーストランテン、ショットガンフォーメーションからまた持たせまして、足で自分で行く伊藤浩一郎、はい、そうですね、これも 2x2 体系から、はい、今度は左側にインサイドゾーンのフェイクを1本入れてからクォーターバックのキープっていう、はい、まあ、インサイドゾーンのシリーズなんですけどね、はい、またゲインはしてますけど、そうです、ね、7ヤードくらいですかね、そうですよね、はい、東京大学第2ダウンです。この後にまだここからあのフェイクからパスというのが出てくる、はい、今日も見れると思うんですけどね、はい、さあセカンドダウンはこれはパス普通、おっと奥だ、うん、1番ですか4番ですか、4番ですね、4番小島を狙ってたパスですけど、はい、このパスは不成功、手前側7番の入り、奥が4番の小島という形で奥の小島を狙ってきて、このパス不成功で元の地点からの第3ダウンに変わります。さあ専修大学はここのサーズダウン、ここ止めたいですよ ね、ここ止めれば風下ということもありますので、東京大学フィールドゴールはどうかなという距離、ハンドオフフェイクしてこれがパス、スクリーン、あーそうですね、バブルスクリーンみたいな感じになりましたけど、はい、ファーストダウン更新はどうでしょう、ギリギリですかね、どうですかね、しましたかね、下みたいですね、そうですね、うん、96番長畑のパスが通って、はい、これでファーストダウンです。一回渡すふりをしてからのパスでこれでファーストダウン、東京大学敵陣の25ヤードの内側までボール入りました。右側にレシーバーを3人固めて、その右サイドへ、あ、パスだ、伊藤がパスを通した、はい、7番のイリですかね、はい、そうですね、はい、今日まあスターティングメンバーから外れてましたけど、はい、今イリ君が出てきました ね、彼もこれまでレシーブが、はい、7回のレシーブですか、はい、ワンタッチダウンの記録がありますね、まあ、ここまでの試合もね、いいところでキャッチをしているこの7番のイリがパスキャッチ、うまくねラインバッカーの後ろ、まあ上がってきたところの後ろに入りました。ファーストアンドゴール、エンドゾーンまで3ヤード、今度は左オプションピッチ、あ、ちょっと引っかかっちゃったかな、ちょっと足を滑らせたか、あるいは足元、33番の荒井君ですかね、32ですかね、32ですね、檜山のラップでした、少し下がって第2弾、セカンドダウン2ゴール、エンドゾーンまで4ヤード、ショットガンフォーメーションです、レシーバーは左右に2人ずつ、伊藤が左サイドパス、外から入ってきた、しましたかね、13番瀬戸ですか ね、はい、シュラントのパス、はい、タッチダウンです、まあ、ボール非常にパスが低いところ来たんですけど、はい、うまくすくい上げてキャッチできましたね、はい、こう外から回り込んできた瀬戸へのタッチダウンレシーブ、東京大学がまずはタッチダウンで先制、そしてトライフォーポイントを行います。2番の児玉が狙います、トライフォーポイント、キックの構え、
キックを蹴って成功しましたね、はい、成功です。東京大学7点先制。伊藤から瀬戸へのタッチダウンパス、トライフォーポイントのキックも決めまして、東京大学が先制しています。東京大学対専修大学、1部リーグビッグ8の第3節、フットボール TV でお送りしております。